ココナさん家へお届けする手紙が全部なくなってる。これはまずいぞ。すみません、すみません。はい、何でしょう。私は郵便局の配達員。ココナさん宛にたくさんの手紙が届いたから届けようとしたんですけど、なんせこの町の配達が初めてのもんで、ココナさん家の住所を見ながら探していたんです。そして近所の人にちょっと聞きに行こうと思い聞きに行き、戻ってみると手紙が全部なくなっていたんです。なるほど、それは事件ですね。大丈夫です、ここは俺がビシッと解決しますから。あれレオ、何？また事件？ああ、俺たちの知り合いでもあるココナちゃん宛てのお手紙がなくなったそうだ。だから俺たちが絶対に探してあげようぜ。賛成！そのお兄さんがここを離れたのはどれぐらいの時間だったんですか？あそこの花屋さんに聞きに行ったから、たかが5分ぐらいかな。5分か。確かに5分もあれば全部運べるかもな。でもそんなの男の人じゃなきゃいっぱい持てなくない？今のところは何とも言えないな。よし、ケイ、近所で聞き込みをするぞ。ケイはあっち、俺はこっちで手分けをしよう。少しでも早く見つけた方がいいからな。オッケー。すみません。はい、この美容室の前で郵便物がなくなるという事件があったんですけど、何か怪しい人とか見ませんでしたか？ああ、いたよ、怪しい人。本当ですか？うん、それは20分ぐらい前。いつものようにお客様の髪をきれいにして最後美容室の前に送り出したんだ。素敵なヘアカラー、ありがとうね。いえ、ありがとうございました。ん？あの人、なんでポストの前をうろうろしているんだろう。うわぁ、なんだかすごいいかつい顔の人だなぁ。って、僕はその人が気になってしばらく見てたんだ。それでもずっとうろうろしているだけで何も変わらないから。ま、僕も仕事があるし、もう戻ろうって仕事に戻ったんだけど、ほんと、あのあたりをずっとうろうろしている感じ。最後まで見なかったなら、そのうろうろした後、手紙を取った可能性もあるな。服装や靴とかはどんなのでした？黒いスーツみたいなのを着て、黒いネクタイで、とにかく顔がいかつかったのを覚えてるよ。そうですか。疑いのある一人としてメモに書いておこう。リカちゃん！ああ、ケイちゃん、どうしたの？ちょっとそこである事件が起こって聞きたいことがあるんだけど、今日何か怪しい人とか見なかった？私は見てないわ。いやー、すごくすっきりしましたね。牧場に戻ってもこの綺麗さが続くといいですね。この子ね、いきなりペットショップにヤギがいたらびっくりしちゃうよね。この人は牧場のオーナーで、ほら、このペットショップってワンちゃん、猫ちゃんたちだけでなく、いろんな動物を引き受けてるでしょ。そう、そこで今日はヤギのお客さんってわけ。ヤギがお客さんだなんて、そんなことある？ヤギも角を研いでもらったり、ひづめの毛を切ってもらったりしないといけないからね。そういえば来た時はもぐもぐ何か食べてたけど、お手入れ中に全部食べ終わったのかな。なんだって？もぐもぐ何か食べてた？うん、ここに来た時美味しそうに何かもぐもぐ食べてたよね。わかった、今ピーッとひらめいた。ココナちゃんの手紙を取った犯人はきっとこのヤギだ。え？ヤギって髪が好きって言うよね。黒ヤギさんからお手紙ついたっていう歌があるぐらいだし、このペットショップに向かう途中、大量のファンレターが積んであるトラックを見て、ヤギはものすごく食べたかった。よーし、猫、もうすぐサロンに着くからな。どうした？ああ、この紙が食べたいのか？何なのかわからないが、こんなにたくさんあるんだ。1枚ぐらいもらっても構わないだろう。そんなに嬉しいのか。それじゃあもう1枚ぐらい構わないかな。何枚かだけでは終わらず、きっと全部食べたんだな。まずい、猫が美味しそうに食べるからどんどん
あげたらなくなってしまった。これはバレる前に早くサロンに行こう。よし行くぞメイコ。でここに逃げたわけ。ヤギのメイコはお腹いっぱいだったから食べきれずにもぐもぐしながらここに来たんでしょ。ちょっと待ってくれよ。大量の手紙なんか知らないし、そもそもメイコが食べてたのは紙じゃなくて草だ。このサロンの前に草が生えてたからメイコがそれをちぎって食べたんだ。言い訳は無駄ですよ。さあ怪しい人として名探偵の前に連れて行きましょう。おいなんだよそれ。とりあえずありがとうございました。ねえシャルル君どう思う？ケイちゃんの言っていることもわかるけど、あの牧場の人の言ってることも正しそうだし、素人の俺たちにはわからないや。レオ怪しい人を見つけてきました。そっちにもいたのかって。ヤギ？うん、このヤギこそ犯人だよ。でも俺も聞き込みで怪しい人物を聞いたんだ。顔がすごいいかつい人でスーツを着てて、どうやらポストの周りをうろうろしてたらしいんだ。それってあの人？ああ、戻ってきてしまった。マジかよ。スーツに黒い靴に、そしてあのいかつい顔。翔くんが言ってたのはあの人に間違いない。すみません。うわーレオよく話しかけれるな。あのちょっとお聞きしたいんですけど。ってこの人何も荷物を持ってないな。あの配達員さん、ココナちゃんへの手紙はたくさんあったんですよね。あのポケットに入らないぐらいの量ですか？ああそりゃもうたくさんあったよ。そうか、もしそれだけの量を取ったとしたなら何かに入れて運ばないと無理だよな。何か大きいものに入れて運ぶ？そういえば何ですか？僕が花屋さんに道を聞きに行った時、花屋さんの娘さんが帰ってきたんだ。その娘さんが大きな段ボールを何個も運んでいたような。花屋の娘さん？あのちょっと聞きたいんですけど、ここの家に行くにはどうやって行けば？ここちょっとややこしいんですよね。まずあちらの道をまっすぐ行ってもらって。ママただいま。あら花お帰り。今ちょっと郵便屋さんに道を教えてるから。そうなんだ。じゃあ私あっち行ってるね。なんだかすごい重たそうですね。ってなんだかすごく大きな段ボールを持ってたんだ。ふーん、ちょっとその娘さんにも話を聞いてみましょうか。というわけであなたたち3人の方に集まってもらったんですけど。なんだ、なんで俺がその怪しい人に含まれるんだよ。坊ちゃんいい加減にしてくれや。そうよ、私も確かにこの配達員さんには会ったけど、なぜ私が呼ばれなきゃならないの？僕もさ。ただうちのヤギをきれいにするためにこの町に来ただけなのに。どうしてって、皆さんに怪しい動きがあったからですよ。さて一人ずつ話を聞かせてもらいましょうか。まずはあなた、どうしてポストの周りをうろうろしてたんですか？俺はただポストに用があって。ポストに用？ポストってただ手紙を出すだけの場所ですよね。何をそんなにうろうろする理由があるんですか？そりゃさっきレオ手紙を入れる大きな入れ物がないと無理って言ってたよね。この人は手紙を全部自分家宛に書き換えて全部ポストに入れたんじゃない？そしたらココナちゃん宛に来た手紙は全部この人ん家に行くじゃん。なーにバカなこと抜かしてんだ。俺はそのラブレターを出そうとしてたんだ。ラブレター？好きな人にそのラブレターを出したくてポストの前までは来たんだが、なかなか勇気が出なくて。でもここまで来てやめるなんて男じゃねえと自分の中で葛藤していて。結局そのラブレターは出したんですか？それが出せなくてよ。まだポケットにしまい込んだままだ。それじゃあ悩む時間が無駄ですよ。お前俺の愛ちゃんへのラブレターを勝手に出しやがって。やばいよレオ、この人にめちゃくちゃ怒られるんじゃ。お前ありがとうな。最後の一押しってのか？お前がいないと俺は愛ちゃんに一生ラブレターを出すことができなかったよ。
サンキューちびっこ。おじさんの問題はビシッと解決だ。怪しかった行動も理由も分かったし、おじさんはきっと犯人じゃない。疑ってすみませんでした。いいんだいいんだ、俺は愛ちゃんにラブレターが出せてハッピーさ。それじゃあ残るは二人だな。だからなんで私がその中にいるの？段ボールを持ってたってだけで。私は花屋の娘なのよ。だから段ボールでお花を運んだりなんてよくあることだし、当たり前のことだわ。うちのヤギだって本当に手紙なんて食べてないよ。いやでも証拠がないからね。さっきのおじさんみたいにラブレター持ってたりすればわかるけど、ヤギが食べてないって証拠なんてないからね。おいケイ、お前はなんでそのヤギが怪しいと思った？だって何かもぐもぐ食べながらサロンへ来たっていう証言があったから。それって絶対手紙だと。だからそれはサロンの前に生えてる草だって言っただろ。ケイ、それはちゃんと見たのか？いや見てない。バカ、そういうのをちゃんとチェックしろ。確認に行くぞ。はい。これですね。ほらあっただろ。うん、間違いない、あなたは犯人じゃない。待って、確かにこれ噛まれてるけどさ、このヤギが噛んだって証拠はないよ。いや、しっかり証拠になってる。ヤギは下の歯しかないんだ。上の顎と下の歯を使って食べ物を食べる。この葉っぱを見る限りちゃんとそんな跡ができてるんだ。ほら言っただろ。この女の子、適当なことばかり言いやがって。サロンに来ただけなのに犯人扱いされてもう最悪だよ。本当にすみません。っていうことは犯人はあの女の人だな。一番犯人じゃなさそうなのに。まずいまずいまずい、早く手紙を持って逃げなきゃ。ハナ、早くお店手伝ってよ。ごめんママ、今それどころじゃないの。行かなきゃいけないところがあって。それはココナちゃんのところですか？間に合った。犯人はあなたですね。後ろに隠してるもの見せてください。これはそもそもおかしいと思ったんです。段ボールの中に花が入っててそれを運んでるって言ってたけど、あなたのお母さんのように花屋で働いている人はだいたいエプロンをしている。でもあなたはとても仕事をしているような服ではない。だから段ボールの中に花というのはすぐ嘘だと分かった。そしてきっとあなたはココナッちゃんのファンなんですね。いろんなところにココナッちゃんのステッカーが貼ってある。そんな大好きなココナッちゃんのファンレターを取ってどうするつもりだったんですか？私最初はこんなことするつもりなかったの。でも家に帰ってくるとき、わーすごいたくさんのお手紙がある。ん？ココナッちゃん宛て？私の大好きな YouTuber のココナちゃん？これもだこれもだ。すごい、こんなにたくさんのファンレターが。もしかしてこれを私がココナちゃんに届けたら、ありがとう花ちゃん、こんなに運んでくれて。でココナちゃんに喜んでもらえるかな。よし、ここはファン代表としてみんなからのファンレターを直接届けるぞ。つい自分勝手な思いで。本当に自分勝手ですね。でもココナッツへの気持ちは本当なのよ。毎日欠かさず動画見てるし、すごくファンだし、私だってほらファンレター書いたんだよ。確かにあなたもファンというのは本当かもしれない。でも配達員さんには配達するという仕事がある。それを自分勝手な理由で仕事を奪っちゃいけないな。もちろん手紙自体も。そうだよね。ほんの一瞬の出来心で本当にすいませんでした。これでビシッと解決だな。じゃあ配達員さん、これ今度こそココナちゃんのところへお願いしますね。はい、責任持って届けさせてもらいます。はい、ココナさんのファンレター、こんなに届きましたよ。わあ、すごい、こんなにたくさん、ありがとうございます。そして送って